箕面連山のふもと、自然豊かな久留米市田主丸町。この地で3代続く老舗農園、中野果実園をご紹介します。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥユーバイ福岡県佐賀県ホンダカーズ。巨峰栽培発祥の地田主丸で3代続く中野果実園。中野庄司さんのおじいさんは昭和31年に巨峰栽培を始めた5人のうちの一人です。以来代を重ねるごとに柿、いちごと栽培する果物の種類を増やし、人気のフルーツ狩りスポットになっています。広大な敷地に実るのは富有柿。枝を切らないようにお願いします。このヘタの上からハサミを入れて切ってもらうような感じで。中野果実園で活躍するのはホンダアクティトラック。中野さんも長年愛用しています。これで3代目ですね。やっぱエンジン性能がいいんじゃないですかね、はい、働く人を支えてきたアクティトラック、2021年に生産終了となります。お乗り換えなどのご相談はお近くのホンダカーズまでお問い合わせください。この番組は福岡県佐賀県ホンダカーズの提供でお送りしました。